はい、こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、後藤ジビエさんの内もも、あげていきたいなと思います。じゃあね、以前もね、紹介したね、100均のね、包丁でカットしていきたいんですが、これね、以前ね、めちゃくちゃ切れ味って言っていたんですが、ちょっとこの肉ね、切りにくい。内ももね、切りにくいんですが、だいぶね、デカめに、そしてね、三脚立ててね、撮影しているんですが、三脚がね、ちょうどね、三脚になるところがね、デカすぎてね、キッチンちっちゃいんで、かなりね、狭いです。じゃあね、今から焼いていきまーす。じゃあね、今から焼いていきまーす。まあね、焼いていてもね、面白くないので、いつもね、冗談言いながらお肉焼いているんですが、今日はね、まあ、早送りで、今現在撮影しているんですが、早送りでね、見てもらえたらなと思います。で、ちなみにね、さっきちょっとちらっと映っていたんですが、またこのパジャマかと、パパのね、パジャマです。決してね、そういった趣味はないんですが、まあね、暖かいんで着ております。じゃあね、お肉焼いていてもあれなんで、早速ね、ボスコンくんちゃんにあげるとこまでワープします。はい、stay、stay、see ya。stay、no, no, see、boss, see、stay、stay、stay、boss, no, boss, これ、see ya、see、see。Stay, stay. Boss, no, boss, no. 何回言ったら分かんの? Stay, 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 no, stay. ほら、stay, stay, stay. よし。はい、よしよし。ボス君ね、2、3回、何回フライングしたかな ?2、3回ぐらいフライングしたんですが、その間ね、コインちゃんずっと賢く待っておりました。ちょっとね、カメラアングルがね、逆光になるのかな?ちょっと見えにくいんですが、クインちゃん。クインちゃんと、ボス君。相変わらずボス君はね、フライングしまくりです。そしてね、今日の撮影はね、まあね、ディナーということでね、夜の後藤ジビエとドッグフードです。ちょっと見えにくいんですが、見えるでしょうか?まあ今日はね、こんな感じでね、後藤ジビエ動画なんですが、いつも見てくださりありがとうございます。もうね、ボス君最近ね、今までだとね、ちゃんと待てをね、していたんですが、最近は本当にね、ひどいです。もうね、フライングしまくり。そしてね、待てと言うたらね、前足でね、こっちに貸してくれと。うん、肉食べたボスどっか行くん。もういいの、ボス君。ボスどこ行くん？何してんのボス？ご飯は？もう最近ね、ご飯中すぐねトイレです。もうね、おしっこしております。ご飯食べる前にね、ちゃんとトイレ行けと。小さい頃習ったやろ？コインちゃんはね、ちゃんとね、ご飯を食べております。おいしい？ちなみにボス君ね、ちゃっかりね、肉だけね、全部食べてからね、トイレ行っております。やっぱね、肉置いといたらね、肉取られるの分かってるんですよね。なので、ほんでもういいハウスすんの?前もね、確かね、ボス君ね、ディナー中ハウスして、なんか怖いよ、ボス、なんかホラーやわ。なんで家入ったの?なんか怖いよ、ボス君。ほんで、クインちゃんがね、残りのね、ボス君のドッグフードも食べております。早いな。やっぱり食うの早い。まあね、夏に向けてね、あ、ボス君寝転んだ。コラコラクイーンの。夏に向けてね、まあボス君ダイエット頑張っているんですが、一回ね、リバウンドしてしまっているので、もうドッグフード少なめで、まあジビエはね、普通ぐらいで、あげております。な。また夏になったらね、川にね、泳ぎに行ったりとか、いっぱい楽しいこと待ってるんで、しっかりね、痩せて、ボス君もね、水着のね、似合う男になってほしいなと。もうね、こうやって見るとね、黒い塊です。ただの黒い塊。ただね、ベロがね、ペロペロしてるのが見えるでしょうか。時々ね、ペロペロと。なんかもう、なんちゅう犬や、ほんまにもう、ペロ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 。口の周りについたね、ジビエが多分美味しいんでしょう。今日はね、
食いつきよかったです。ボスコンくんちゃんね、しっかりね、食いつきよくて、ボスコね、もっと、こらこら、くんちゃんやめて、くんちゃんやめて、ちょっと、ジビエの口でパパね、もうパジャマなんで、ジビエをつけんといて、もうね、肉の夢見てしまうわ、そんな、ほんまに。じゃあね、もう残りね、残りはね、また夜ね、もう夜なんですが、もうね、こんな感じでね、夜なんですが、まあ、くんちゃんのね、体拭いてね、まだちょっとね、夜はね、ひんやりしておりますので、まあ、くんちゃんね、家入ってからね、撮影したいなと思います。はい、さっきのね、続きになるんですが、今ね、息子と娘を寝かしております。息子と娘寝かしているんですが、クインちゃんもね、ついてきております。ちなみにね、もう去年の10月ぐらいからね、パパはこたつで、クインちゃんはね、ソファーで寝ております。子供たちをね、寝かすときだけね、いつもこんな感じでね、ベッドの方に来るんですが、ちょっと今ね、フラッシュ焚いてるんで、クインちゃんのね、顔は映しません。ライトでね、目がやられてしまったらダメなんで、体しか映していないんですが、パパのね、腕をね、クインちゃん踏んでおります。どこにも行けないように踏んで、パパのね、手を舐めております。もうね、クインちゃんほんまにもう、ちょっと見えるかな。パパの手をね、ずっとね、こうやってね、舐めてるんです。もう悪魔です。もうなんかね、サタンのような。サタンってわかるでしょうか ?666 悪魔です。こうやってね、パパの腕を踏んでね、手を舐めて、もうこんなクインちゃんも可愛いですが、いつも見てくださりありがとうございます。またね、今日の動画がいいねと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、このまま子供たち寝かしたいなと思います。はい、じゃあね、子供たち寝たんで、今からクインちゃんとね、ターミネーター見ながら寝たいなと思います。クインちゃん、おやすみって。バイバイの、チュー